特殊介入部隊は、イタリアの国家憲兵隊であるカラビニエリの特殊部隊。GIS と略称される。GIS-GIS 設立は1978年2月。1977年10月に発生した、ルフトハンザ航空181便ハイジャック事件を、GSG-9 が解決したのを受けて、設立された。要人警護のほか、人質救出任務や対テロ任務を行う。 平和維持任務の一環として、アフガニスタンやイラクにも派遣されている。カラビニエリは国防省所属であるため、有事の際には軍事作戦にも参加する。同じ国防省所属の海軍特殊部隊コンサビンや陸軍特殊部隊第9落下山教習連隊とも連携しており、頻繁に共同訓練をしている。部隊の規模は秘密事項であるが、最低70名。 最高150名程度と推測されている。入隊には年齢制限があり30歳以上とされている。それは特殊介入部隊の隊員には冷静な判断力と豊富な技量が求められるためであると推測される。主要装備となる銃器は H&KMP5 やベレッタ M92 回、グロック17等。その他、自動小銃、三段銃。 狙撃銃の使用も見られる。内務省、国家警察の治安作戦中央部隊も同様の任務にあるが、こちらは国内のみの担当となっていて、海外派遣は行わない。国家憲兵、ありがとうございます。